節孫筆、那須図、吉川英治。絵でも書でも描ければ、そこの壁にはその作者が存在する。つまり、一個の客と自分との同性の状態が起こる。だから、書斎掛けの幅には、自分と異質を感じるようなものは我慢にも下げておかれない。いくら名画でも、あまり厳しい硬い作品は窮屈である。と言って、浮世絵の農園も困るし、妙に砕けて遮断めかしたお客も少々小うるさい。気にならない水墨などがよく、そしてふと目をやったとき、何か無口なうちに話し合えるような絵でもあれば、これは常住座画の楽しい友として付き合える。この節孫筆、那須図などは、見えもない朴突な田舎での一老屋がちんとうずくまっている姿で邪魔にもならない。しかし司祭に見ると二個の大茄子の重量感といい、花落ちの実や花の異様なモザイク風の描線の組み方といい、尋常でない画人の風儀であることはすぐわかる。節孫は雪舟に私淑し、足利末期の秋分とか芸阿弥、新阿弥などにも並ぶ独自な画境を持った奇才だと言われているけれど、彼は当時の東山文化に差を指した五山の画僧でもなし、都会画家の一人でもない。むしろそれらを白眼視していたかもしれない僻地の田舎画師だった。佐竹氏の輩で日立の国久慈郡の人というが、瓦礫も生涯もよく分かっていない。だが旧佐竹家像の風浪山水図、その他幾多の作品は彼を普及にしてきた。特に引退風の花鳥図に名作がある。ところでこの那須図はそんな正面切った節孫ではない。畑作りの余儀みたいなものだ。私にはそれが一層親しめる。第一買った値段も戦後だが安かった。しかも後で鑑定の書きつけ類を見たら、岸田流星の急増であることが分かった。そして早見御舟がこの那須図の構成をとって別に自己の那須図を書いたとも言われている。そういえばどこかでこれに似た御舟の那須図を見たことがある。それとまた横山大観も節孫が好きだった。でその生前に私ももう一つ持っている少々八景図を携えて一度大観を訪ねようではないかと、友人の脇本楽試験士とよく言い合っている間に、それは果たせずに大観は言ってしまった。大観と節孫とは似ても似つかぬようであるが、郷土を共にしている同伝同行の関係だろうか。私にはその二人の肌合いや画集のうちに、個人懇人もなく、どこか共通なものがあるように思えてならない。この枝もたわわにぶら下がっている二個の大茄子の一つは大観、一つは節孫かと頬杖つく私にはいつも眺められてくるのである。